はい、よくもう撮ってますよ。はい、もうそんな考えてる暇ない。マナー第2、ね、マナー第2。じゃあ、1時間後です。始めます。よろしくお願いします。マナー2、はい、なんかいろいろマナーね、あの例えば年上の人と、そう、あとその例えばその、うん、言い方あったんですね、うん、まだそのなんか年上の人、何々人とか、うん、まあ人はないと、何々しとか、うん、あとはなんかもうおっぱとかの呼び方、はいはい、そのすごい大事だし、うん、あと反抗ね、すごい親とかもすごい尊敬して、はい、やっぱその親戚もなんかすごいなんか丁寧なことが使わないためですね、うん、敬語とか使わないため、うん、で一緒になんか飲みに行ったり食べに行くのも結構大変と、あとは飲むとき、お酒をあげるとき、そうですけど、うん、こういうのでこういう両手で、うん、ね、先生、あ、片手を支えて、そうやんなきゃいけない、そう、それがなんか両手でなんかちょっとね、なんかそのなんだっけ、尊敬してやるんです。はいはい、あとはもらうときもこういうとか、ね、こういう手とかこういう感じで、はあはあ、でそれで飲むときもこういう感じで、これ面白い、うん、そうやって後ろを向いて飲まなきゃいけない、そうで、そうですね、あとはそう、うん、韓国ですごい厳しいのはそのお酒もそうだし、うん、タバコ、はい、タバコも年上の目の前で直接吸うのはダメなんですよ。どうです、煙をなんか出したらそこはすごい失礼なんですよ。鼻から吸うとか、いや、ここで背中で吸うとか、この耳からどうする、それは超人だ、変人でもなんか言ったんですよ前、耳からなんか何人何人それ、僕はそれが宇宙人だよ。いやいや、そこ幼稚園の時、うん、幼稚園の時ですよ、うん、幼稚園じゃないか、そのなんか僕はその美術の塾に行ったんだけど、うん、そこの塾なんか管理員とかもそういう人は管理人、そう幼稚園生にそれ見せて喜んでた変なおっさんが来たんですね。そういうのね、残念で、そういうさんで、そういうのじゃなくて、なんか吸う時もとりあえず吸わないんですよ、吸えないんですよ、目の前に、あ、基本的に吸えないんだけど、吸うとしてももしなんかこの家を捨てて言っても、うん、そのところに吸ってとかね、そういうので、はあはあ、そう、どこに日本でびっくりしたのは、うん、お母さんと、うん、あと娘と、うん、同時に目の前でタバコ吸う、あ、それダメ、韓国でダメ、それは、あ、それで女の子はね、ちょっと厳しい、女性の方がタバコ吸うのがまだ未だにもね、ちょっと厳しいんですよ、はいはいはい、道ですだからね、それもあんまり良くない、良くないし、うん、あとはしかもその女性がお母さんとかだから、その人の前で、うん、もう堂々にタバコ吸うなんで、それがすごい、あ、それは一応ダメ、こうタブーというか、そうあの娘さん、いや、なんか娘とか女性のなんかその見た目がよく悪いっていうね、はいはい、女性がタバコ吸う犯行ですごいなんか、まあ日本ではね、前はそうでしたね、今でも多分結構そうだけど、でも多いんで、やっぱりもう、うん、もう吸う人がでもそれがそうだけど、うん、まあ、前オーストラリア行った時もそうだけど、なんか、うん、まあその息子と、はい、その親と一緒になんか目の前タバコ吸うとかも韓国ではすごいありえない、うん、あ、そう、僕は昔はやってましたね、まだ吸ってた時、うん、親父と一緒に、全然大丈夫、うん、おじいちゃんと親父と3人ですって、韓国ではありえない、まあでもみんなやめて、もう、あ、うん、今日本では この間の、次のか、まあ10月から、はい、あのタバコが値上げされて、そうですね、どれなんかこの30万、うん、30万なんかこの間30万のくらいのなんかタバコ一緒に買い取りたいと思って、ああ、人によってはね、そうそう、買いだめして、はい、で韓国ではまだ値段は、タバコの値段はまだ頭上げると思いますよ、これから、うん、なんか2倍以上上げる話が出てる、うん、だいぶ安いっていう話、そう、うん、そうですね、だからそういうなんかやっぱり韓国で厳しいのはそういう食べ方、飲み方、吸い方とかは結構厳しいんですね、踊り方、踊り方は別に、年上の人の前で、昔そうですね、ご、はい、親父と喋るときは、はい、ごやんがその手を出す前に、うん、手を差すのは失礼だったんですよ、はあはあ、おかずに、はあはあ、お父さんがさ、お父さんがさ、すごい厳しいので、お父さんがじゃあこの食べようとして、うん、さっきの食べたら後から食べる、それはもう、その年上の人も、なんかもうライオンみたいな、年上の人もないし、ライオンの親のライオンが先に食べたら子供のライオンがやっと食べれるみたいな、それなんか僕レオだから、本当に猛獣、動物ではそういう感じなの、お父さんとの俺は参考でその条件がすごい厳しいんですよ、うん、家庭もそうだし、はいはい、だからその家族のその条件を表すその呼び方はすごい厳しいんで、ははでもまあそういう儒教のね、うん、なんかそういうことを知ってれば結構韓国語を勉強するのにも役立つ、だからその文化はやっぱ、うん、ちょっと言ってるの文化を知らないとできないんで、文化ないですね、はい、そう、それを理解できないんですよ、なんでって思うんですと、話が話してるのそれはできない、理解できないと、うん、なんでって思うと、じゃあレオ君のレッスンではそういう文化とかマナーとかも教えてますんで、はい、なんかいろいろ聞きたいことがあればね、
焼肉の食べ方とかいろいろあるんでしょ。一緒に食べに行って、教えてね、先にどっちが食べるのかな。レディーファーストだから女の子が食べるの。レディーファーストだから。そうそう、お父さんだったら。あ、そう、韓国はみんな男やるんですよ。あ、全部ね。あー、そっかそっか。そう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 。それなんか誰か言ってたのは、なんか女の日本だと女の人が先にいろいろ取って、そう、あの韓国だと男は男がみんな取ってあげるとか。でも女の子はやらないけど男は先にやると思う。そこに全てなんかこう文化の違いが隠れている。僕は待ってるだけです。九州でした。九州男児。悪い悪い九州男児。そういう時になると九州男児ということを言って言い訳にして。はい、じゃあ、韓国男児よろしくお願いします。また、また次回もともう一回ね。はい。じゃあ、カンサムダ。カンサムダ。